はい、どうもタンタンです。これ非常に珍しい、ウクレレですね。なかなかこうこれユーズドなんですけども、ユーズドの市場にも出てくるっていうことはほとんどない感じのウクレレですね。新品も多分ねほとんどオーダーだけだと思うんですけれども、こちら高橋ウクレレですね。非常にまあデザイン的にも変わった形のウクレレをよく作ってる人なんですけれども、こちらは一応ラベルからいきますとタイプ TN というタイプで2021年製ですね。今年作られたモデルなんですけども、一応ユーズド品になります。まあ、ほとんど使っていたような形跡が見られないような、そんなぐらい綺麗な一本ですね。はい、こんな感じ。独特のデザインですね。サウンドホールもちょっとオフセットしてあったり、このね端の方にもちょっとちっちゃいホールが開いてたりとしますし、形もこんな感じでね、ちょっと変わった形ですね。あのなんて言うんでしょう、左右対称じゃなくてこういった形になってますね。はい、で今分かる通りボディもねかなり薄い、はい、ボディ圧も薄め、そんな一本ですね。でサイズ的にはこれテナーかな、よいしょ、たまたま近くにあるので比べてみますけれども、そうですね、テナーサイズですね。はい、今の通り、まあ、カニレアのテナーとほぼほぼ同じぐらいのスケール感の一本でございます。はい、ヘッドの形も独特ですね。でペグは UPT がついております。結構甘い感じの音色のパッと弾いた感じの印象ですね。厚さからするともうちょっとこうスコッと抜けのいい感じ、そんな感じのサウンドかなと思わせておいて、すごい丸い優しいサウンドの一本ですねこれね。すごい作りのいい、さすがという感じのウクレレですね。はい、なかなかねこれっておそらく見る機会、実物をねこうなんて言うんでしょうね、手に取れる機会ってすごく少ないと思うんですよね。オーダーした方の分がまあ上がってくるっていうのがほとんどだと思うので、こう単純に出来上がったものが店頭にポッと並ぶっていう機会っていうのはまずなかなか見ないかなと思いますから、まあ、今回ねユーズド品っていう形ではありますけれども、まあちょっと貴重な機会なんじゃないかなと思います。はい、ということでこちら、高橋ウクレレですね。高橋ウクレレの、タイプ、TN というタイプの、まあ、テナーサイズですね。はい、こちらの1本でございます。なかなかない、見る機会のないモデルかと思いますので、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。